ナミエガエルは、ヌマガエルかクールガエル属に分類されるカエル。日本固有種。体長オス7.9から11.7センチメートル。メス7.2から9.1センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。体型は太い。噴範は突出せず、鼓膜は皮下に渦漏れる。背面の色彩は、褐色で、暗褐色の反紋が点在する。面の色彩は白く。 暗色の不規則な反紋が入る。瞳孔はひし形で赤い。講子の跡の間には水かきが発達する。指跡の先端は丸く膨らむ。オスは頭部が大型で、下顎の牙状突起がより顕著。産地にある常緑紅葉樹林内を流れる渓流の周辺に生息する。半水性。夜行性で、昼間は岩の隙間などで休む。は 動物食で、昆虫、甲殻類、ミミズなどを食べる。水中でも彩色を行う。繁殖形態は卵生。4から6月に、渓流内の水深の浅い場所や湧水溜まりなどに、卵を産む。幼生は6から8月に変態し、幼体になる。生後3から4年で、生成熟するとされる。生息地では、食用や薬用とされていたこともある。 現在は沖縄県の天然記念物のため捕獲及び流通は禁止されている。開発による生息地の減少を受け、生息数は減少している。2016年に種の保存法により国内気象野生動植物種に指定されている。絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。